NHK の三島です、はいはい。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐり、総理は政治倫理審査会にどのような姿勢で臨むかお考えを伺います。はい、政倫審の、開催に向けては、開催を公開で行うのか非公開で行うのか、こういった点を通じて、与野党の折り合いが、ついていない、開催の見通しが立っていない、こういった状況にあると、承知をしています。本来であるならば、政倫審のこの、仕組みに従って、規則に従って、開催に向けた、一歩が踏み出されるものと、昨日も、期待しておりましたが、与野党の駆け引きの中で、この開催の見通しが立たないということ、これ極めて残念なことであります。私自身、政倫審というのは出席についても、公開非公開、こうした形式についても、議員の意思が尊重されるものである、こういった国会のルールのもとに開催されるということを、申し上げてきました。しかしながら、この今の状況、こういった状況のままでは、ますます国民の政治に対する信頼の信頼を損ねる、国民政治に対する不信、これがますます深刻になってしまう、強い危機感を感じていたところであります。以上のようなこの点を踏まえて、私自身、自民党総裁として政倫審に自ら出席をし、マスコミオープンの下で説明責任を果たさせていただきたいと考えております。先ほど国対委員長に対して手続きを進めるように指示を出したところであります。政治の信頼回復に向けて、ぜひ志のある議員に政倫審をはじめ、あらゆる場において説明責任を果たしてもらうことを期待しております。以上です。すいません、朝日新聞の谷です。はい、マスコミオープンということでしたけれども、これはネット中継も含めた全面公開ということを指しているのか、議員の傍聴とメディアの傍聴、これに限定するというお考えなのか。要は今、世の中的にはマスコミにオープンになるかどうか、これが大きなこの議論になっていると承知しています。具体的な形については私は何もこだわるものではありません。具体的な形式は当然、政倫審のこう現場において判断されるものであると思っております。いずれにせよマスコミオープン、こういった中で、私自身、説明責任を尽くしていきたい、このように思っております。すみません、追加でもう一点、総理、すみません、追加でよろしいでしょうか。はい、出席者については申し出があった5人ということでよいのかということと、開催の日程についてはいかがでしょうか。ですね、今申し上げているのは、私自身が政倫審に出席するということを申し上げております。その上で、志のある議員に説明責任を、果たしてもらうよう、あらゆる場でこれからも、努力してもらうことを期待しております。そのように申し上げております。はい、